あ、これ好きじゃない、こういうの欲しいんじゃない、欲しいね、こういうツールームテント欲しいって言ったもんね、欲しい。あ、これもいいぞ、なんかちゃんとほらメッシュになってる、ちゃんと横、これだったらいいかもね、父ちゃん。これいいじゃん、めちゃくちゃいいね、これ。これいくらするんかね。なんぼ？ワークマンだったらそんなに高くなさそうな。あ、いや、これはね、タープじゃけえ、こっち側や。これなんなんやろ？こういう風に、シェルターっぽくもなるし、タープにもなるしってこと。じゃあこれは何円なん？これね。気になるお値段。あ、いいじゃんこれ。けどいいの？ねえ。ほらこれが一番いいな。そうすけ、これ欲しい。これ何円かって聞いてみたくない？ね。あ、もしかして置いてある？これ中で3人4人だったら。置いてあるやつなんかね。もしかして。ん？じゃあ飾りかも。いやいや飾りってことはないじゃろう。父ちゃんにお願いしたら買ってくれるかもよ。これはいいな。で、あとここがあるじゃろう。うん。ここ今網になってる。うん。ここと、あとあそこの端っこが網になってる。一回行ってみる。意外この中見てみていい？靴脱いで。いいよ、入っていい。全部メッシュになったんだ。あー、なんかいいねこれ。なんかいい。ねえ。え、これいいんじゃない？2人、3人、4人。すごい、いいね、この人もここまでのすごい、メッシュになってますね。ロールアップできて、メッシュになるのは結構快適になりそう。で、ここの2段目もしっかりメッシュで、最後3段目、ここは完璧にメッシュ。ここがメッシュではなくて、ただ開くようになってるな。これ買う？これ買いたいね。欲しくない。これはちょっと欲しいわ。あ、なるほど。これをビーってあげる。そしたらポール立ててからちょっとなんかでかい感じにできるの。タープみたいにできるの。でかい感じ。いいね。ね。そっか、これ父ちゃん触った感じ。もしかしてこれ PC かなと思ったけど PC じゃないよ。なんかちょっと分厚いねえ。でもなんか普通のナイロンじゃないよね。うん、普通のテントの感じじゃない。普通のテントのなんか触り心地じゃないね。1万円っていうことがないけん。1万円ってことは絶対ない。ご存知だと思うんですけど、はい、カッパでイナレムっていうブランドを、はは、立ち上げて、はい、でその生地をテントに応用してってるっていう。ああ、なるほど。そういう形です。あ、じゃあ TC とかじゃないけど、はい、まあ、アウトドアで使うにはこう耐久性高いみたいな感じの。高いですね。だいたい普段のテントの耐水圧って1500から2000ミリっていうのが多いと思うんですけど、はい、こちらはね、やっぱり1万あるんで。1万、おー、はい、すごい。ちょっとテントとしてはオーバースペックなのかもしれませんが、まあ、カッパの高耐水圧の生地を使ってますよ。カッパですごい売ってますよっていう、それをギアに転用しました。
というコンセプト。欲しい。欲しい。これもやっぱウェブ限定販売。ウェブ限定になりますね。欲しい。なかなかちょっと大きくならないですけど、あれ欲しくない？あれ欲しいね。買う？母ちゃんにお願いしよう。母ちゃんにお願いしよう。走れるね。ちょっとこっち来てくれる？ああいいですか。はい、すいません。これはもうオンになってます。あ、なってます、なってます。画角の調整とかは大丈夫ですか？あ、大丈夫です。いい感じで、二人で入ってるのが伝われば。伝われば、はい。お父さんの顔映って。ね、お父さんの顔映った方がいいですね。バンザイ。ちょうど一番高いところで180センチぐらいあると思います。これ180センチ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。